リアルな舞台をお客様に届けるっていう、まあ、これはもう舞台芸術において絶対的に必要不可欠なことだとは思っていて、でもどうしてもそれをやることがまあ難しい状態の中で、まあ、どうすればそれが実現できるのかっていうのを考えて、まあ、このソーシャルディスタンスができる劇場方式っていうものを